とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、夜の学校行きます。コメントで夜の学校では全てのメダルが出るんですかという、質問なんだけども、全部は出ない気がする。ある程度は出るけど、出ないやつもあるんじゃない？ということで、今日は夜の学校を5周回ってきたいと思います。で、5周回ってきて、出たコマンドメダルっていうのをお見せしましょう。ここだね。入手順でしとけばいいかな。コマンドメダル156。156個持ってるんで、157個目からのメダルが、今からのね、5週の夜の学校で出たということです。このミスティックダッシュの次からということになります。では早速、行ってきます。はい、1回目のボス、ゴリマッチョ。このボスが結構ね、技メダル出すのよ。なんで、ボスによってだいぶ変わってくると思うけど、まあそれはご了承ください。 OK 倒した。2匹目も行ったろ、行ってないか。2匹目も行ったと思ったけどな。はい、倒しました。なんかもう楽勝だよね、他に慣れすぎて。もう楽勝すぎる。はい、では残り4周いきましょう。2回目のボス、ナイトメレディ、これもサクッと倒しちゃおう。やっぱりなんかね、出てくるコマンドメダル偏りがあるな。偏りがある。これが出るってなると、それがめちゃくちゃ出るようになるし、それ以外がほぼほぼ出ないんだよな。まあまあ多分ね、ボスからのドロップが多かった気がするから、まあボスだわな。でも4人で行くと早い。4人パーティーで素晴らしいね。はい、2回目のナイトメアレディー倒しました。では残り3回頑張っていきましょう。3回目、ワルーサー、なんかちょうどいい感じになってるけども、俺としてはゴルゴーンいっぱいが嬉しいんだけどね。まあ検証としてはいいのか、いろんなやつが出てきてくれた方がいいんだろうけどね。でも嬉しくはないよ、嬉しくはない。よし、もう早く倒しちゃおう、ね、あと残り何周かあるから早めに倒しちゃおうよ。はい、さすがブルームーンはいいね、火力が高いから早めに倒せていい感じ。さあ3体目終わりました。じゃあ次4体目いきましょう。4周目、またか、またお前か。最近ね、本当出なくなった気がするんだよな。おー、なんか出てくれないよ、本当に出てほしいのは。なんでだろう、まあいいか。もうあれのね、爆食は欲しいけど、だいぶ諦めた。他の爆食でいいや。ゴルゴンが一番ね、爆食では上がるらしいんだけど、もう他でいい。出ないもん。はい、4周目終わり。次5周目いきます。それでは最後行ってみよう。最後の最後はゴルゴーンが良かったけども、ナイトメアレディか。まあ仕方ないね。いや、サクッと倒しちゃいましょう。ちなみに捨て身武器じゃなくって、素早さが常時上がる武器をしているので、火力はいまいちです。 45% ダウンしてるのかな。チャンス、よっしゃ、じゃあごっつぁんですしましょう。フィニッシュ。はい、では
5周いったね。5周出たコマンドメダル、何があるか見てみましょう。結構出たと思うけど、それでは見てみようか。メダルのコマンドメダル216ということは60個出てるね。60個、まあ1周だいたいどんぐらいだ、12個か出たみたいだ。で、入手順のどこら辺からだっけ、ミスティックダッシュぐらいからだよね、この辺か、これだ、こっからです。まずグランドオーダーアースブレイク出てるね。これなかなかね出ないっていう話だけども、一発目に、なぜか出ました、グランドオーダーアースブレイク。で、次上を見ていきましょう。黄昏乱れ打ち、ワイルドボーイの必殺技は結構夜の学校出やすいよね。そして次出たのが無重力ハンド、まあ使わない必殺技だ、全く俺使ったこともない必殺技だけど、これもよく出る、うん、無重力ハンドよう出る。はい、無重力ハンド2つ目。そしてダイナミックネコエンドが2連続出た後にワイルドアクトで、そしてダイナミックネコエンド、全部ねスキルなしっていうのがちょっと気になるよね。スキルなしか、これはちょっと使えないけどね。そしてそして上に行きまして、フィニッシュスティングです。これはボスからだね。フィニッシュスティングはボスから出ました。そしてまたしてもワイルドアクト、うん、やっぱりワイルドボーイのやつは出やすい。スカイスネーク、スカイスネークもボスからドロップしてます。モフモフトルネードだね。もうモフモフトルネードじゃなくてモモンガースティンガーの方が多分使えると思うけども、まあ一応出てます。で、スカイスネークが2連続で、無重力ハンドのワイルドアクト、うん、で、そしてダイナミックネコエンドの迷宮スキルがついてます。で、コメットビームだね。コメットビーム、他は、あ、ハイパービート、ハイパービートは、ボスから出ました。で、無重力ハンド、そろそろ終わりだね、これで終わりだ。ブルーストリーム、そしてマインドトラベルです。これぐらいの技スキルが出ました。技スキルじゃない、技メダルが出たけどね。やっぱりね、夜の学校で全部は出ない。うん、間違いなく全部は出ません。そうだね、実装されてる技メダルの3分の1ぐらいかな、夜の学校で出るのは。うん、それ以外は他のね、ダンジョンで入手する必要があります。ちょっと今回がメラの必殺技が1個も出なかったんだけど、メラの技は結構出やすいと思うけどね。はい、まあ夜の学校5周回った結果がこういう感じでした。うん、まあ大体こんなもんじゃないですか。はい、まあグランドオーダーアースブレイクは狙う人多いと思うけども、まあ、そんなに出ないけど、俺は一発目で出たけどね。うん、そんなに出るもんではないです。はい、こんな感じでした。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。